いました。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日はデーゲームなわけですが、小宮山さん自身はデーゲームの方がいい悪い、ナイトゲームの方がいい悪いというのはあったんですか？早起きが苦手だったもんですから、デーゲームよりかはナイトゲームの方が好きでした。そうですね。今日は朝が苦手な小宮山さんと共にお伝えしていきます。まずはスワローズの先発田口が神宮球場のマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか？小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか？初球は際どいところに来ました。ストライクです。この低いボールは外れます。低めに外れてボール。空振りになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。外への変化球外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。さあまず1球目、走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。オスナ抑えてワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。なるほど、そうですね。牽制、一塁はセーフ。もう一球牽制球、セーフ。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。高めのボール、これはどうだ。センターに抜けました。スワローズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。これが1球目、初球ボール。
さあ2球目は何か。惜しいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ファウルになります。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをする。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、一塁転送はアウト。ダブルプレー。先制のピンチだったんですが、最後はダブルプレーで切り抜けました。そうですね、まあ注文通りのねゲッツーでしたよね。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、スワローズの攻撃です。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発のサンチェス。さあスワローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。これが初球、切れていきます。ファウル。これは低いところに持ってきました。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。チェンジアップは入りません。アウトコース外れます。フルカウントです。打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている青木。まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。が2球目、変化球タイミング合いません。次が3球目、落ちるボールはこれは外れています。外に決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球空振り、2アウトになっています。バッターは3番の山田。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか。
外を狙っていきました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。よく見ています。さあ6球目は何か。三振です。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2回の表ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッターウィーラー。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。これが2球目。変化球がインコースに決まります。ノーボールツーストライク。3球目外れました。さあ勝負してくるのか。変化球が高めに外れています。低めの変化球は決まりません。3ボール2ストライク。インサイド落ちました。高く上がった。これはどうか。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。さあスワローズ先制のピンチを迎えています。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の田口、このピンチをどう切り抜けてくるのか。いいコースですが外れています。さあ2球目は何か。低め見ました。ボールです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。吉田が抑えています。ワンアウト。さあそして打席には北村が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。まっすぐから入りました。落としてきた。落ちる球で空振りを奪います。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外してくるのか。アウトコース、これは見送ってボールです。
低め外れています。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ、ただここからが大事ですからね。無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには8番の大城が入っています。ストライクを投げてきましたからこのバッターと勝負でしょうね。そのようです。ここを歩かせて次のバッターと勝負した方が良かったと思いますね。ああそうですか。高めの変化球に手が出た。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。さすがに決め球だけあって球のキレも素晴らしいですよね。先制のチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを生かせませんでした。0-0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあスワローズこの回は4番から始まります。村上が打席に入ります。スワローズ0-0で迎える2回の攻撃です。最初は変化球できました。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。打順は5番オスナ。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。打ちました。取った。二塁を送ります。二塁アウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。バッターボックスには6番中村。スワローズダブルプレーでランナーなくなりました。この回のスワローズ打線ですがたった3球で2アウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。初球ボール。真ん中決まった。ストライクです。ワンボールツーストライクです。ライト方向を流す。ライン際フェア。フェアです。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。ヤクルトスワローズです。ツーアウトランナー二塁。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。低め見ました。ボールです。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボールが3つになります。
ここは一塁が空いてますから無理に勝負はしないでしょうね。ああそうですか。引っ張った、レフトへ打球伸びる、亀井が抑えてスリーアウトチェンジです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったスワローズですがそのチャンスを生かせませんでした。2回の裏0対0同点です。海山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね、ボールも走っているように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。初球空振りです。次が2球目、ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。これはスタンドへ入り切りました。ファールボールです。外れてボール。アウトロー外れます。3ボール2ストライクです。高いバウンド、サード取った、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って松原、前の打席ではフォアボールを選んでいます。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、切れていきます。ファウル。これもファウル。外れましたけどいいボールでしたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。さあ5球目は何か。打ちました。難しいバウンド、セカンド取った、アウト。ここは送球が間に合っています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですからやはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。最初は変化球できました。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど、そうですか。インコースわずかに外れた。次が4球目、低めの変化球は決まりません。打ちました。これはファーストライナー、
この回ジャイアンツ三者凡退です。0対0同点です。3回の裏に入ります。スワローズの攻撃、バッターボックスは8番吉田。スワローズ0対0で迎える3回の攻撃です。初球打ち切れていきます。ファウル。バッターよく見ました。ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。4球目は何で来るか。またファウル。次が5球目。ここもファウルです。低め外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。詰まりながらもライトへ。大きな当たりもこれは、しかしライトの守備範囲、ライト掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の田口がバッターボックスです。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。大きな変化球持ってきました。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。低め見送っています。外外れてボール。いい当たり、これはセンターへ抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。打ちました。ファーストを取った。セカンドフォースアウト。打順は2番青木。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。ここはランナーの足も警戒しなければいけません。これが2球目。低めボール。ランナースタート、ヒットエンドラン。この打球は落ちるか、どうだ。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。3回終了、0対0同点です。3番バッター丸。
まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。切れていきます、ファウル。際どいコース見送っています。膝元変化球がわずかに外れています。これが4球目。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。村上抑えてワンアウト。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、セカンドゴロ、併殺打に終わりました。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球決まっています。スライダーは見送ってボール。改めてお聞きします、バッターの岡本、どういうバッターなんでしょうか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。そうですか。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、アウト、2アウト。バッターボックスには5番ウィーラー。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。外への変化球は決まりません。アウトコース外れます。これもファウル。インコース変化球決まりません。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。三振になります。3アウト、チェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃になります。バッターは山田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そうですね。スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。はい、打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。
厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。バッターボックスには4番村上、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでファーストランナースタート、盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。そうですね、いい走塁でしたね。いや痛いですね、先制のランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、先制のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、スワローズ先に点を取りました。1対0、主導権を握っていきます。5番バッターオスナ、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。スワローズこの回タイムリーです。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには中村、そして一塁ランナーは村上。チャンスがあれば走ってもいいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。インサイド落ちました、この打球はファールグラウンドへ、ファウルになります。高め打ちました。バッターボックスサンタナ、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがレフトフライに倒れています。スワローズ高め打ちました、センターに抜ける、スワローズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁、厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れる時にどんどん取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには吉田が入っています。見ました、ボールです。中へ高めに来ました、ワンボールツーストライクです。低め見ました、ボールです。一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回スワローズついに均衡を破りました。4回終了1対0、スワローズ先制です。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。3球目は何で来るか、見送っています。さあ4球目は何か、この球は落としましたが決まりません。
バッターライトに上がった。しかしこれはスタンドには届かないか。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番北村。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはスワローズが田口、そしてジャイアンツがサンチェス、この2人の投げ合いとなっています。低めの変化球は外れました。ボール先行です。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。この球は外れています。フルカウントです。アウトコース打ちました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。初球空振りです。切れていきます。ファウル。ここは落としてきました。次が4球目。低め、5球目は何で来るか。またファウル。次が6球目。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、スワローズが1点をリードしています。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが、非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしてる展開ですから、まあ、慎重にですね。そうですよね。打ちました。いい当たり。一塁送球アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター塩見、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球変化球は空振りです。ファウルになります。まあ足のあるバッターですから出さないように気をつけたいですね。そうですね。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど。さあどう来るか。まあ次のボールが勝負ですね。
しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。まず何を投げてくるか。キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。いやーさすがという走塁でしたね。いやこの盗塁は痛いですね。いやインサイド打った。サード正面。難しいバウンドを抑えてランナー二塁は変わりません。つなげなかったですね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の山田が入っています。打ち上げた。これはスタンドへ入り、スタンドファウルボール。牽制します。二塁タッチもセーフ。切りました。ファウルボール。インコースの変化球見ています。4球目は何で来るか。外の球打った。セカンド正面。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。5回終わって1対0。1点リードはスワローズです。まずは1回の表、ランナー一塁二塁のピンチ。注文通りの内野ゲッツー。先制を許しません。2回の表、ランナーを二塁に置いて最後は空振り三振を奪います。先制のピンチをしのぎます。得点圏にランナーを置いて、しかしバットには当てさせません。ピンチをしのぎます。その裏、得点圏にランナーを置いて手を出しますが外野へのフライに終わります。先制のチャンスを逃します。4回の裏、一打先制のチャンス。4番村上、ライトへのタイムリーヒット。スワローズ先制します。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。先発のサンチェスが打席に入ります。まあ好投してますが、代打を送って点を取りに行くべきじゃなかったでしょうか。そうですね。初球ストライク。さあ2球目は何か。アウトロー外れます。ファウルになります。ここもファウルです。引っ張った。サードゴロです。アウトローを見送ってボール。打ちました。取りました。アウト。ワンアウト。バッターボックスには代打の中島。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。
った。取りました。一塁送球。ツーアウトになりました。バッターボックスには2番坂本。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですか。ツーアウトランナーありません。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。引っ張った。これはサードライナー。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0スワローズが1点をリードしています。6回の裏、ジャイアンツに選手の交代がありました。ただいまの回に代打いたしました中島。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。亀井ライトに入ります。こちらが先ほどの配球になります。初球は何から入ってくるか。初球打ち、高い打球レフトへ。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは5番オスナ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。サンチェス、まずは先頭バッターを打ち取っています。落としました。外れます。これが3球目。内への変化球は決まりません。まっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ツーボールツーストライクです。この球は外れています。スリーボールツーストライク。打球はライトへ。スタンドには届きません。オスナ、ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは綺麗に流していきました。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。ジャイアンツベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、サンチェス、ここで降板です。バッターは6番中村。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。そうですか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。これで追い込みました。まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。低めはボール。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ウィーラーが掴んでツーアウト。
打席には7番バッターサンタナ。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。うん、インサイド落ちました。切れていきます。ファウル、ボールになります。まあ、次大きいのを避けたいのであれば低めがいいでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ボールになります。打ちました。ツーラン。ファーストの左抜けました。二塁はセーフ。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。ここは綺麗に流していきました。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の高梨。バッターボックスには代打の宮本。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。まずは簡単にストライクが来ました。きっちりと見極めました。いいコースだったんですけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これはいいボール。ツーストライクと追い込んでいます。をものにすることができませんでした。ジャイアンツファンの皆様、どうぞご声援ください。7回の表、小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。はい、これはスタンドへ入り切りました。ファールボールです。低めの際どいところですが外れています。変化球空振り、ワンアウトです。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいですよね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。初球ボール。2球目打ちました。ライトに強い打球。さあどうだ。岡本、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。
スワローズ。ここでピッチャーが変わります。一塁に同点のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは今野。バッターボックスウィーラー。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど。さあどうくるか。ふわふわっと上がった。この打球はフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。スワローズここでピッチャーが変わります。一塁に同点のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは坂本。打席には6番バッター亀井。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。次が2球目。レフトへ上がりすぎたか。ここは打ち上げています。抑えてスリーアウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。1対0。スワローズが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン。スワローズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の内川。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。初球ボール。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。インコース決まりました。ここはバッターの狙いはわからないならアウトローのストレートですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。引っ張った。サードが取る。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の畑。打順はトップに帰って塩見。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。最初は変化球持ってきました。ストライクです。いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。スライダー外れます。さあ勝負してくるのか。引っ張った。これはどうだ。サード取った。アウト。スーパープレイ。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、
今のプレーいかがですか？これはいい判断でしたね。バッターは2番青木。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。2球目は何で来るか。インハイ決まっています。低めの球ストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。3アウトチェンジ。この回スワローズ三者凡退です。7回終わって1対0スワローズが1点をリードしています。これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号17清水がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあまず1球目、初球はボールになりました。変化球タイミング合いません。空振り。ワンボールツーストライクです。三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは8番大城。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。2球目打ちました。ここはフライになっています。山田が掴んで2アウト。バッターボックスには代打の重信。2アウトになっています。バッターは重信、背番号43。空振りです。インコース詰まりました。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0スワローズが1点をリードしています。8回の裏スワローズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。トネが5番手としてコールされています。山田がバッターボックスに入ります。今日は盗塁を決めています。スワローズ1点リードで迎える8回の攻撃です。これが2球目、中への変化球外れました。まあ、ここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。4番バッター村上、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーなし。初球から行きました。
さあ2球目は何か。わずかに入りません。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ファウルになります。打ちました。痛烈な打球、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。さあ、そしてバッターボックスにはオスナが入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。打ち上げた、ぐんぐん伸びる。外の低め、見極めます。サードまでランナーが進みました。さあ、ここでスワローズ代走を送ります。渡辺がサードランナーに入ります。しっかりつなげてきましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には6番の中村が入っています。いや、初球から打ってきましたね。小宮山さん、ここはスクイズはありますか？そうですね、可能性はあると思いますから警戒しておきたいですね。なるほど、さあどう来るか。今のはよく見ましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。最後は狙われて。バッターボックスには代打の西浦。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。最初は変化球できました。セカンドが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。8回終わって1対0、スワローズが1点をリードしています。9回、1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。スワローズの守護神マクガフ、当然1点差を守りきらなければなりません。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。
アウトコースストレート、際どいところを見極めました。ボール先行です。バットは動きません。よく見ています。ストライクが入りません。これが4球目。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。打席には2番バッター坂本。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マクガフがジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのねクローザーですからね、期待していいと思いますよ。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。切れました。ファールボール。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは3番丸。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。そうですよね、まあ一発に注意してしっかり最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。惜しいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。引っ張った。ボテボテ。ファーストが前に出る。これで3アウト。試合終了になりました。ヤクルトスワローズが僅差で勝利を収めました。素晴らしい投手戦をものにしました。小宮山さん、各ピッチャー素晴らしい出来だったんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当に見てて安心できるようなそういう内容だったと思います。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで神宮球場から失礼いたします。本日は最後